ゼッカ派は、ドイツビュルテンベルク州ネッカーオーデンバルト郡に属す、町村。この町は、アーデルスハイムとブーヒエンの間のオーデンバルト及び、バウラントの斜面に位置する。この町は、ネッカー王自然公園に含まれる。この町は、グロースアイクホルツハイム、ゼッカ派、ツンメルンの山地区とクリンゲ青少年村からなる。ゼッカは、年のロルシュ文書に、 記録されている。ゼーリゲンタール修道院が1236年にこの村を獲得した。この修道院が廃止されると絶カ派は1568年にマインズ選定公領となった。その後は1803年に帝国代表社会議主要決議に基づく世俗化により来人間公領となるまでマインズ選定公領に留まった。 さらに3年後の1806年に、ライン同盟により、ライン人間公領が廃止され、バーデン大公領となった。1972年に、ゼッカ派は、グロースアイクホルツハイム及び、シンメルンと合併し、新しい自治体ゼッカ派が発足した。グロースアイクホルツハイムグロースアイクホルツハイムは、775年の、ロルシュ文書に記載がある。1561年に、 フファルツ選定公領となった。来人間公領を経て、1806年バーデン大公領となった。ツィンメルンツィンメルンは782年のロルシュ文書が書出である。1236年にゼリゲンタール修道院の書領となった。それ以後は、ゼッカ派と同様の経緯をたどった。グロースアイクホルツハイムは16世紀前半に宗教改革がなされたが、 石化派及びツンメルーンは、ローマカトリックに留まった。この町の議会は18議席からなる。基部から、緩やかな弧を描く、赤い三角図形により左右に分割。三角図形の中は五本スポークの輪。向かって、左は、銀字に黒いシュタインボックの角。向かって、右は、直立する黒い斧。紋章の衣装は、1803年以前の領主を、 示している。シュタインボックの角は、ゼッカハ家の紋章、斧は、シュテッテン家の紋章のモチーフである。五本スポークの輪は、アイクホルツハイム家の新しい家系の紋章で、配色は、マインツ大司教の紋章に習っている。の他にもバルデュルーンの第461平坦大隊とも、友好協定を結んでいる。彫刻公園の作品、ゼッカハは、彫刻の街であり、 7つのブロンズ彫刻、5つの石材彫刻、10のコンクリート彫刻作品がある。1987年から街の森に彫刻公園が設けられ、82の石、コンクリート、木の彫刻作品が展示されている。ベルリンの彫刻家夫妻マリアンネとパウル・アウグスト、バグナーが仲間に彫刻制作を呼びかけた。出来上がった彫刻が公園内に保存されている。 町は森を自由に使ってもらい散策路を設けた。彫刻公園の一角は狂気のアリーナと呼ばれ定期的に野外コンサートが開催されている。SC クリーンでゼッカハは1981年に創設された女子サッカークラブで1990年から1998年まで8シーズンブンデスリーグでプレーした。ゼッカハには サウナや虫風呂を備えた屋内プールがあり、一年中利用できる。町内には、クリンゲ青少年村がある。この施設は、戦後の混乱で家族を亡くした子供や若者たちに、新しい家庭を提供することを目的に、1946年に、司祭、ハインリヒ・マグナーニによって創設された。現在は、それぞれの事情で、元の家族と暮らせない子供や、 若者180人が暮らしている。鉄道ネッカーエルツ・オスターブルケン線には、絶火派駅を呼び、チンメルニ駅が設けられている。これらの駅では、ラインネッカースバーンの S1 系統の列車が1時間ごとに、発着している。絶カ廃駅は、乗り換え駅であり、ミルテンベルクへ向かう、マドンネンラント鉄道に乗り換えることができる。スタチスティッシュズ・ランディゼムとバーデン・ブールチンベルク、 ベボケアンナーハナショナリタットウントゲシレッシュド AM31 ディツンバー2020ありがとうございます。